はい、ジゴンです。よろしくお願いいたします。今回はですね、相手に気持ちを伝えたいとき、相手の気持ちを理解したいとき、何をするのが一番いいのかという話をしていきたいなと思います。ものすごくシンプルです。細かい、なんて言うんですかね、スキルとか、そういったものは必要ありません。ものすごく一番シンプルな方法を話します。誰でも簡単にできるということですね。その方法というのは、どういうことかっていうと、つまり情報量です。情報量が多ければ、気持ちというのは伝わります。どういうことかというと、具体的には、メールよりも電話。電話よりも会うということですね。これどういうことって思う方もいると思うんですけど、例えば、同じ、例えば文章を喋るというか、同じ文章を相手に伝えるとして、ちょっとじゃあ皆さんパソコン思い浮かべていただいてよろしいですかね。例えば同じ文章を書いた、テキストファイルとですね、同じ文章を読み上げた音声ファイル、そして同じ文章を読み上げた動画、これですね、データ量はどれが一番多いですか？テキストファイルが一番軽く、次に音声、そして動画が一番重たいですよね。なんとかギガバイトってやつですね。なので、つまり情報量が多いということです。情報量が多いということは、それだけ相手に伝わる情報が多くなるということですね。細かいテクニック等を必要とすることも視野に入れるんであれば、メールとか音声であっても、いろいろ伝える方法というのはあるんですけど、今回は誰でもできて、一番簡単な方法。それ、すなわち、会うということです。会って話せば一番気持ちが伝わります。メールよりも、電話よりも会った方が伝わります。これは間違いございません。さっきのデータ量を見ていただいても分かる通り、情報量が一番伝わるのは会った時です。例えば付き合ってる2人なんであれば、トラブりたくないんであれば、めんどくさがらず会いに行ってあげてください。そうすれば後で後悔することはなくなるはずです。付き合う前であってもね、ちゃんとね、会う機会を頑張って作ってですね、もちろん違法じゃない方法で会う機会を作ってくださいね。訴えられたりすることのないように、警察に捕まったりすることのないような方法で、ちゃんと、ルールに公序良俗、その人の気持ちになって、考えてみてください。そして相手に、気持ちを理解してもらう、ことができる確率が高まる方法としては、回数を増やすということですね。これはシンプルに数学の話です。例えば、あることがあった時に、相手に気持ちが伝わる確率が 10% だとします。それが機会が1回であれば、伝わる確率は 10%。ただ、10回それを行えば、相手に気持ちを伝える可能性っていうのは、10回に1回なので、どこかで伝わる可能性があるということですね。もちろん、一般的な生活っていうのは数学ではないので、その通りにはいかないんですけれども、とにかく接触回数を増やすということは、相手に気持ちを伝える上では非常に重要です。相手に気持ちを伝えたいんだったら、会って接触回数を増やすということです。そうすれば自分の気持ちが相手に伝わる確率というのが非常に高くなります。すごくシンプルな方法なんですけども、これものすごく効果のある方法ですので、皆さんぜひ試してみてください。メールよりも電話、電話よりも会うです。はい、今回はこれで終わりにしたいと思います。これで以上です。ご視聴ありがとうございました。